は世界一可愛い姫香のお誕生日よ。みんながお祝いしたくなるのは当然のことね。今日は姫香ちゃんのお誕生日ね。ケーキを作ったのだけど、喜んでもらえてよかったわ。私がお礼を言いたいぐらいね。お雛様を見ながらご馳走をいただくなんてすごく贅沢ですね。甘酒って少し癖がある味だけど、慣れると美味しいわね。素敵なお人形ですわね。ぜひとも私のコレクションに加えたいですわ。さすがユリ豪華、ひな人形も立派ですね。でもこんなに豪華だと片付けるのが大変そうですね。触ったら壊しそうだから、ひな人形には近づかない。おひな様の髪は綺麗な黒髪だな。まるでユユの髪みたいだ。おひな様って何枚重ね着してるのかな。熱くないのかな。職人技が光るいい人形じゃ。きっと名の知れた職人が作ったに違いない。桃の花には厄除けの力があるって言われてて、それでおひな様と一緒に飾るようになったんだって。今日はひな祭りよ。こんな日に生まれるなんて、さすが姫かね。